源氏物語、源氏物語の登場人物、源の展示、源展示は、源氏物語の登場人物の一人の通称。年をとってはいるが、色好みの高級女官として、紅葉が、青い、朝顔に登場する。切壺帝の朝廷で展示として、紅葉がに初登場する。源の名字からもわかるように、先祖は皇族に連なる、家の出身。琵琶を得意とし、 趣味、教養、家柄、能力等、女官として、申し分のない女性だが、年に似合わぬ色好みで有名であった。初登場の紅葉の画で、すでに57、8歳と当時としては相当な、年配である。最終的に70歳前後まで長生きしている。若くして、内視書の女官として宮中に入り、帝の信任を得るようになった。紅葉の画では、 すでに長く天時の職を務めている。光源氏と頭中将が試みに声をかけると、まるで妙霊の女性のように気のある素振りをして二人を、へきさせる。帝にからかわれても逆に、源氏との中を吹いし、源氏と、相引き中にいたずら心を起こした、頭中将に踏み込まれ、集体を晒した後も、懲りずになお源氏に言い寄った。相当に長生きをしたようで、朝顔で再登場。 二となり朝顔サインのおば、女子の宮のもとに、弟子入りしていたことが知られる。現氏に、良い人ほど早死にして、そうではない人ほど長生きすることよと、理不尽に嘆かれなどした。センスも良く人柄も優れ、才能豊かで帝の、信頼も厚い高級女官だが、色濃い沙汰に目がなく、年齢をわきまえない。作中では、古歌や、サイなどの歌詞を引用する姿が描かれ、 教養と再起のある人として描写される。また、美声の持ち主で、美和の名手でもあり、彼女の演奏には源氏も思わず心惹かれた。容姿は衰えているものの、かつては美しく、破局した恋人の修理ライブに長く執着されており、作中の描写にも上品なありさまで華奢な体つきと、描写されている。若作りが激しく、年に釣り合わない言動で気候師二人をへきさせた。 最も有名なエピソードは、意味深な歌を書いた、若向きの真っ赤な扇を持ち歩いていた一軒。作品内では、大海の君と並ぶ、笑わ,われ役として位置づけられている。優雅な恋愛物語には不似合いな人物と言われるが、伊勢物語の、つくも神での貴公子が、老女に情をかける剣を下敷きにしたのではないかという、説もあり、有原の成平のあずまだりが、 光源氏のスマチッキョに投影されていることからも考えて有力な説に思える。また、実在人物では作者紫式部の義理の姉にあたり実際に展示を務めた源の秋子をモデルであるとする説がある。なお、朝木夢見氏では恋人修理ライブと一緒になって源氏及び頭中将を出玉に取っていたとの描写がなされているが、これは 漫画オリジナルの設定である。ありがとうございます。